ハート、もう一つつなげ、ショットクロックはまもなく10秒、ハートにはローソンがついているがうまくかわして打って、その野里から寺島、寺島が回り込んでフェイントを入れてハートへ、ハートが行く、フェイダーウェイシュート、決まった、同点。ビリシベが動く、ビリシベ突破力があります。バローンからハート、ハート対ジョーンズ、振り向き様のシュート決まった、32点目、これで12点。スティーブン・ハート3ポイント、31対20、から41番スティーブン・ハート、クエリのディフェンス、フェイダーウェイ、難しいショット決めました、46対42。寺島もいます。ビリシベ、野里からハートが強引に行く、復シュート決まった、これで青森バッツも3点。パスを捨て、モンマが切り込んでキックアウト、トップオブザキーの位置、ポンプフェイクを入れてスリーポイント、ハートのスリーポイントが決まりました、1点差。カイルバロン、寺島、スティーブンハート、ショットクロック1桁、14対9。スティーブンハート、ミドルレンジ決めました、加入しました、カイルバロン、中へターンして、そしてハート、ハートのフェダウェイ、あ、決めきった、ハートハート、ハートにはフィッツジェラルドがついています。ハートがバックロールターンで下山、今日は3本のスリーポイントを決めている。キックアウトでつない、ハート、ハート対ローソン、ハートが差が24秒のスターが鳴りました。さあサンチェス、ハートがモンマにはカノがついている。下山つない、ハート、ハート対ローソン、2m10cm は超える、寺島が行く、外へキックアウト、ハート、そして鈴木のミドルシュート、スピードのある選手、ビリシベが逆サイドでボールを呼んでいますが、ハート、ハートにはフィッツジェラルドがチェック、しかし池田がドライブしてハートへ、ハートにしっかりコッツァーがついているが、それを池田、再三いいディフェンスを見せています。ここはナイスアシスト、ハート、池田がボールをもらってバンズパス、佐野、一旦ゴール下を通過、ハート、ハートがフリーでバンクシュート決めた、ゴール下にはクロフォード、そのクロフォードへハート、ハートがビハインドザバックで外へ、寺島のコーナースリー決めた、しません、池田、ハート、さあ遠目ですが打っていきます、ショートコーナーからハート、さあ残り4、3と刻む中、自分で打って得点です。山形は1つ目のファール、青森はチームファール、ここまで第4クォーターでは3つとなっています。ハート対クラントン、ハートが行く、ハートのシュート決まった、61点5分の4。信号は誰に回していくでしょうか、ランダル、そしてもう一度信号、自分で行った、フローター、タップシュートも決まらないクラントン、クロフォードが抑えます。残り第3クォーターは3分、1点を追う青森はハートの一瞬の隙をついてシュート、逆転、50点。外へモンマ、寺島、バックアップ、ハートのミドルシュート、安定感があります。スティーブン・ハート、寺島、さあ同点、前に出るチャンス、青森バッツ、キャプテンの門馬圭次郎、ハートへ、ハートから寺島のスリーポイント、これで今日の試合10個目、ダブルダブルを達成したバロン、そしてハートがポイント、
60点に乗せた。これで残りは3分を切っています。3点差。寺島はスリーポイントもあるが、ハートのミドルシュートで勝負。決まった。1点差。小里ジョーンズのディフェンスです。スティーブンハートバンクショット。16対11。スティーブンハートフェイダウェイタフショットを決めました。83対71。ハート、野里、ビリシベ、そしてハート、ローソンつくが、あった、ハート、いや頑張りました。ここはハート強さを見せた。スティーブン・ハート。